テーマにゃんた、ありがとうございます。あ、テーマピカピカ、ありがとう、ピカピカ。ひろにゃんまる、こうじろうさん、マイルドすぎちゃん、こんばんは。トモ、お疲れ、お疲れ。鍋、流れ星、ありがとう。モフピーキュン、ありがとう。マックスエイト、わっかちゃん、翼星、こんばんは。ひーやんも、お疲れ、ありがとう。レンさんも、お疲れ、ありがとう。アムロニュータイプ、リアスティ先生、こんばんは。ありがとうございます。うん。チャオメンさん、こんばんは。あ、さきさんもお疲れ、ありがとう。ケンソリスセブン、ユージ、こんばんは、ありがとうございます。そう、今日は改めまして、あ、先生もお疲れ、近石もお疲れ、ありがとう。キュータン、こんばんは。シオノさん、こんばんは。エテイさん、ピカピカ、ありがとう、ピカピカ。改めまして、桜祭り、ありがとうね。ナッティ、こんばんは。本命、お疲れ、ありがとう。誰か偉い、ありがとう。ウスタポンテ、スユー、こんばんは、ありがとうございます。と、桜祭り高野祭ということで、まだ貼ってあります。ソファディン、たかしちゃん、こんばんは、ありがとうございます。うん、みんなもお疲れ様だよ、ありがとう。そう、楽しい2日間濃い2日間でしたね。 BPM、 こんばんは。さっきさ、ピカピカ、ありがとう、ピカピカ。お、無事にみんな着いたかな、お家ね。うん、ノリピーさん、モーくん、こんばんは、ありがとうございます。おいしいものもたくさんあったしね。着いた、あー、よかった。お疲れ様でした、長旅。アイスブルーの人、こんばんは。まだついてない、気をつけてね。帰宅できた、あ、お風呂入ってた。ピアノマン、こんばんは。え、小林さん、なんかみんなまだ帰宅途中かな。うん、落ち着いた方もいるかな。メマちゃん、こんばんは、ありがとう。いや、ほんと、あ、 BPM、 お疲れ、お疲れ。落ち着いた、よかった。ちゃんとね、お家に着くまでが桜祭りなのでね。休憩中、あ、半分まで行ったのかな、まだかな、どうなんでしょう。福島、あー、そっか、福島だった。あ、寝てた、起きてくれたの。ピルマ、こんばんは、ありがとう。そう、配信配信終わるまで。ヒカラ、お疲れ、お疲れ、お疲れ、ありがとう。それ遅くなっちゃってごめんね、すいません、ありがとう。モグ、こんばんは。洗濯してた。ダクくんも、お疲れ、ありがとう。テイさん、キュン、ありがとうね、キュン。いや、本当にすごく私にとっても充実した2日間でした。総一郎さん、小次郎さん、キュン、ありがとう。ふみや、こんばんは。おやさん、こんばんは。ダクくんも、キュン、ありがとうね。うん、元気、こんばんは、ありがとうございます。4分の3はいけた、もうちょっと。小次郎さん、ダクくん、キュン、ありがとう。キュン、カッキーさん、お疲れ、ありがとう、お疲れ。いや、みんなもお疲れ様よ、ほんと、お疲れ様ですよ。ありがとうね、小次郎さん、ダクくん、キュンキュン。としろうさん、こんばんは、ありがとうございます。いや、今日はいっぱい笑ったな、昨日も今日もたくさん笑顔になれた。ピケ、こんばんは。そう、いや、お祭りを楽しんだっていうのが充実感でいっぱい。小次郎さん、天さん、お疲れ、偉い、ありがとう。そう、やっぱりこうやって直接会えるイベントは嬉しいよね。ディアス、こんばんは。わっかちゃん、お疲れ、お疲れ。エマちゃん、お疲れ。わっかちゃんは偉い、エマちゃん偉い、ありがとう。そう、うっきょん、こんばんは。わっかきゅん、ありがとう。ペッケー、お疲れ、と神戸、楽しかった。嬉しい。そう、
いや、みんながね楽しんでくれることが一番なので、よかった、楽しんでもらえたならよかった。そう、すっごい久々だったからね。食べ過ぎ飲み過ぎこんばんは。あ、わかちゃん気ありがとう。日焼けした、あ、焼けちゃった方多かったね、多分ね、日差し強かったもんね今日とか。うん、跡がついちゃったりとかね。うん、ダイさんこんばんは。でみやきありがとう。真っ赤になった。そっかね、ずっと太陽の下大変だったよね。明かりロスになった、意外とやっぱ何も遮るものがないしね、あの辺り開けているというか、ってなるとやっぱ焼けやすいのかな。うん、顔の半分焼け昨日も行きたかったと言わないから、あ、そうよな、2日間、 2days ね。塗り残しがあった部分に火そう、天気は良かったんですけど日差しが強くしちゃったな。うん、コウチロさん、キャありがとう。そう、ボンヤね、ボンヤもみんな見てくれて、早速メッセージくれてありがとうございます。うん、ボンヤリール、ようやくお伝えすることができた。そう、コウチロさん、キャありがとう。ずっとね、早くお伝えしたいなってうずうずしてたんですけど、ようやく。でもちょうどこの桜祭りの日に解禁っていうのは嬉しいな。そう、顔抜き、なんかパネルとかも、そう、新しい潜在画像とかも撮ったので、いつから反映されるかな。さっきさん、応援してる、応援してる。うん、後々登場すると思います。ありがとうございます。いや、もうあの本当、あだかが応援してる、ありがとう。こちらさん、くまぱん、ありがとう。そう、移動してきてでね、叶えたいなっていう目標の一つがやっぱりそう、ボンヤリーヌだったので、本当にありがたいですし、うん、楽しみ。本当、焼けなかった、多分焼けてないと思うんだけど、もう私はずっとね、あのテントの中にいさせてもらったっていうか、あんまり日の元っていう感じはなかったので。まさたさん、こんばんは。うん、夏祭りに間に合うんじゃないかな、パネルとか。そう、 TVer でね、いっぱい見てください。あずまさんから、ラニョロロさん、こんばんは。そうだね、去年の方が焼けてたのかな、そう考えたら。私、去年の方が焼けたのかもしれない。うん、ゆっくり見てください。みんな焼けた？そんな汗だくだったか。シンガポールディミューズ、リーさん、こんばんは。フラスコトラッキー、こんばんは。リーさん、応援してる、ありがとう。クママキュー、ありがとう。キュー。そう、でも本当にあの番組は県内のもう隅から隅へと、こんな、うん、そうね、こんな魅力があったんだっていうのをどんどん知ることができると思うので、とてもね、いい
本当宮城を知っていただくには本当にいい番組となっています。くままきゅうありがとう。ささみささんこんばんは。それでぼんやさんのねやっぱトークとかツッコミとかも面白いし、うん、そうくままきゅうありがとう。そうなんですよね。そう今日はあのそうあとグルメパークで美味しいものをね、そうクレープとあと焼きそばも食べられたかな。ボヤリーナテレビ3回見ました。ありがとう。3回いっぱい見てくれた。そう丸森マッチの焼きそば食べた。美味しかった。くままきゅうありがとう。クレープもねいちご練乳うーんレアチーズみたいなクリームチーズかみたいな感じで美味しかったな。クレープも去年に続き。えさとしきゅうありがとう。そうあでもお外でご飯食べるのはすごくちょうどいい感じ。ちょっと風がちょっと2日間ね強かったからね。あ練乳チョクリームチーズバナナマーベラス。え置き忘れた。嘘悲しい。食べてほしかったな焼きそば。嘘駅員さんに電話してみたら焼きそばがあると思うんですけどって。朝日さんこんばんは。ピキキありがとう。ピエンだねそれは。うんねせっかくワクワクって楽しみに持って帰ってくれてたと思うのに。うん電話してみる価値はあるきっと。うんあ食べてくださいよかったら食べてください。ダスティンこんばんは。ありがとう。あっという間でしたね。あっという間の2日か取りに行かないと。そうだそこそこそれもあるか。あんまそういうのって輸送してくれないんだもんね忘れ物関係ってね。うん、よいしょ。さくこんばんはありがとうございます。いやでも全部制覇したいぐらいどれも美味しそうだった。たこ焼きも気になってたな。たこ焼き HK イサこんばんは。リアさん猫パンありがとう。猫パンそっかあくまでこうなるほどね。あコーヒー店行ってきた。どうだった。フランクフルト人気だね。あ桜フレーバーポテトも食べれなかったな。食べたかった、うん、パン美味しかった。そう私がこうそうこう今日はエテリスだ。お湯駅に着いたら配信に向けたストンコさんこんばんは。おおよかったよ。本当にサプライズでしたね。サプライズ登場。ケムケムこんばんは。そうえどんちゃんつよぽんさんこんばんは。ありがとうございます。どんちゃんきゅうありがとう。パンお土産で買った。私ねパンもね食べました。パンあのチョコレートパンチョコキューブみたいな
それ美味しかったな。エディアスお疲れ、ありがとう、お疲れありがとうございます。ウーさんこんばんは、ありがとうございます。うん、なんか今日急に寒い、寒くなった。あ、先生、猫パンありがとうございます。パン明日食べます。豚パン、豚パンもねあったから、私も明日食べようかな。あ、ラスクも、そう、ラスクもあった、ね、チョコのラスクあった。うん、安部くんこんばんは。そう言ってた、これが美味しいって。しぎしんち、結婚してありがとうございます。いろいろ食べたけどファイナストで仙台グルメ、仙台大好、おー仙台最高、いただきました。仙台周辺にもねいいお店いろいろあるからね。で、ジェンさん、ピルマ、サンドイッチありがとう。リアスお疲れ、ありがとう。あっ、タオル、んタオル、あ、スポーツタオル、ちょっと待って。テンさん、テンさん、ピルム、サンドイッチありがとうございます。ヒカルピカピカありがとう。ツナマヨはやっぱりパン、ツナマヨパンも美味しかった自転車で、ああ大焼きには行ってないんですけどね。スタッフさんもみんな優しくて涙、あ、本当に優しかった。キリン丸、ひめみきゃんさんこんばんは、ありがとうございます。まとめまとめないです、荷物まとめません、荷物まとめませんまとめません、荷物スポーツタオル、皆さんすごく優しかった。本当？そんなに優しい感じだった。そんなに。レジャーシート、去年もいましたよね。すごい、認知、認知されてるスポーツタオルいいよね。話、そう、去年はしかもアナウンサーの方、本当にそのステージの司会の方とか中継の方とか本当それだけだったので、基本的にはいなかったんですよね去年は。うん、でも今年はもうね、たくさん2日に分けて大勢アナウンサーの方も参加して、だからそこもまたね違っていいな。ポルカさんこんばんは、アシスタントおめでとうございます、ありがとうございます。話しかけてくれて優しかった、とかって読み聞かせすごかったね、いや素晴らしかった握手会、いや本当懐かしい、あの時の感じに戻っちゃう心が。うん、ユンゴさん優しかった、おお優しいかった。キョンさんこんばんは、ありがとうございます。にゃん、いやもうもうほんと出し切ったこの2日間出し切った、出し切れたのではないでしょうか。うん、ね、本当感謝ですよね。うん、名前とメールの内容覚えて、ああ、いや覚えてるんですよね結構。うん、いやーみんなも暑い中なかなかね座る時間もなかったと思うんですけど、大丈夫でした？うん、ね、ありがとうございます。中継、中継、中継、椅子座れた？
そんなそんな。ずっと外にいるって結構体力いることだと思うので、本当に、あかりす、あかりす大丈夫、余裕だよ。本当、いや、モリーノ本当可愛かったよね。可愛い。なんか手の振る感じとかこうだよ、なんかこう下の方でこうやって。あ、一生懸命手振ってるって思って、レジャーシート買ってよかった。おー、幸せ。レジャーシートランキング、手の感じがね、可愛いよね、こうやってそう、歩き方もよち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 、よちよち歩きで、子供たちに大人気。おお、アシスタントおめでとうございます。いや、やっぱりね、結構たくさんの方が見てくださってるので、もうやりになって、いやー、なかなか結構なプレッシャーはありますけれど、TVer 最高。月曜かり紹介されたね。そんな呼びかけるべきだったかどうか、これは。なんとなく。ギリギリ拡散しました。いやー、ごめんね、ギリギリ。お、サイチューさん、お疲れ。ありがとう。ね、私も全く知らなくて、ノミネートされてるだなんて。いやー、このまま知らないままね、終わっちゃうところだったけど、教えてくれてありがとうございます。そう、いいと思うね。そう、リングさん、ありがとうございます。そう、明日はね、またお昼ぐらいとかにお題募集のツイートをして、夕方4時ぐらいの時にまた、そう、あの2択のツイッターのアンケートを取るかな。まとめないです、荷物。荷物まとめませんよ。いやー。ねえ、そっか。
じゃあ11時までお話しして、小野菜ごちつでも、あ、本当に優しい。まあでもやっぱこうホットな話題のうちがね、まあいいかなって。うん、そう、明日の搭乗予定も先ほどファンルームでね書かせていただいて、そう、明日はでも久々に平日の、うん、あんな感じの、そうね、こっちゃんさん応援してます、ありがとうございます。そうね、みんなもやばい、そんなになってるお眠り、いやー恥ずかしい。え、たま、えらい、ありがとう。あ、埼玉、うん、まとめの時と、いやごめんなさい、遅くなっちゃったばかりに。そうだよね、みんなもそうだよね、ごめんね。え、ダク君アイスありがとう。テイさんエラーありがとう。まとめる。お荷物まとめますか。今回リアル、あのお荷物まとめますかはなかったですかね。うん、そう、そうですね、大丈夫でした。え、ごめんね、じゃあちょっと早いんですけれども、ランキングを読みますね。ありがとう。13位から見ます。13位がメンマッチョです。ありがとうございました。メンマッチョ、ありがとう。13位。今日も長時間ありがとう。暑い中ね。楽しくて。お、トリプル楽しくて。楽しい。本当にありがとう。いやー、こちらこそよ。こちらこそ本当にありがとうっていう、本当ね、助かります、いつもありがとうね。そして12位がピルマさんです、ありがとうございます。12位、ありがとうございます、ありがとう。そして11位が近石です、ありがとうございました。近石11位、また遊びに来てくださいね、ありがとう。そして10位がタクくんです、ありがとうございます。今日はありがとうございました、こちらこそね、こちらこそお会いできて嬉しかったです。あ、で、7、4、8、あれ8位、8位、あ、じゃあ10位、テーマありがとう。10位テーマーおめでとう、おめでとう、ありがとう、ありがとう、おめでとう。お疲れ様、この2日間の幸せを胸に明日からの東京仕様と頑張れるよ。うん、ね、ちょっと大型出張ですね、うん、体調とか気温差には気をつけて、ありがとう。そして10、あ、9位がタクくんです、ありがとうございました。9位タクくん、いや今日は会えて本当に嬉しかったです、とてもとても。流れてきました、タクくん、
今日初めてあかりに会えて嬉しかった。いやこちらこそ念願のね対面イベント、お疲れ様。いやいやこちらこそね、本当に一緒に楽しい時間を過ごしてくれてありがとうございました。またそして 8E がタマです、ありがとうございました。タマ 8E ありがとう。今日もなんかいろんなねお話をして過ごせたなって。森のグッズいっぱいありがとう。いやこちらこそありがとう森のグッズ、新作出るといいね。うん、また会いましょう。さっきさん2日間楽しかったです、ブリエ会えて嬉しかった、ブリちゃんと会って嬉しかった。嬉しいことがたくさんありましたね。あれ、あれ、ちょっと待って、あ、ごめんなさい、7位、ん、8位タマ、7位、7位ヒカルです、ありがとうございます。7位ヒカル、ありがとう。小安配信ありがとう。つくかお疲れ様でした、ありがとうございます。ごめんね、こんな感じで覚えてもらえたのが分かっただけで言ったから、いやそれは覚えてるよ、それは、うん、覚えてます。こうやれたし多少怪我もしました、そんなことも吹き飛ぶほど幸せだね、お大事、怪我もね早く治るように。いやいやいや、ね、でもその分楽しいこともたくさんあった、どうならいいな、またおね、うん、またぜひ会ってください、ありがとうございます。そして6位がてんさんです、ありがとうございました。てんさん6位、ありがとうございます。すごくありがとう、優しくお話しくていろんな動画を見せて、あ、動画ねたくさんね、ありがとう、見せてくれて、一個と一個の自慢ができて嬉しかった。絵画もめっちゃ怖い、もう超癒された、癒されるね。ちょっとだけでも息が減るからちょっと、うん、リフレッシュしてまた明日から気持ちを切り替えてね、いきます。4代目一緒に見れて今日最高だった、そう、それも一番嬉しかったなね。またイベントあったらねぜひ来てください、ありがとう。そして5位が小次郎さんです、ありがとうございました。非常にありがとうございました。仮に会いたい、来年こそ綺麗に頑張りますね。私からのお知らせもねちょっと直前とか遅くなっちゃってごめんなさいですけれども、もしね都合が合えば会いに来てくださいね、ありがとう。そして4位がカッキーさんです、ありがとうございます。カッキーさん、すごい、1111だ、1111人、ありがとうございます。今日もお会いできて、うん、お久しぶりですにお話できて、明日は仙台市内でお仕事頑張ります、お、お仕事ファイト、仙台市内ありがとうございますね。明日もあったかいかな、どっかの風が強いかな、まあ、でもあのそこまで気温は上がらなさそうなんですけれど、今日は会えて本当に感謝でした。そう、本当助けられましたよ、ありがとうね、またね。そして第3位がさっきーさんです、ありがとうございました。ごめんなさい、さっきちょっとフライングでごめんね、急すぎて行かれててコメントフライングしました、ごめんね、ゆっくり休んで、いや珍しい。大体の皆さんお疲れ様でしたね、そんな時もある、今日は楽しかったもん。ありがとう、かわいい3位抹茶マフィンかな、ありがとうございます、またね。そして第2位がディアスです、ありがとうございます。第2位ディアス、ウェルタン、いろいろ写真とかも楽しみたかな、どうかな、今日楽しすぎて、楽しすぎた、グリーンロスになりそう、次は夏祭り、そうね、夏祭りもまた新たな T シャツがあること、いや毎回夏祭りはあるんですよね、 T シャツがね、そうそう、
楽しみ待っててください。そしてゼロ文字第1位が先生でした。ありがとうございます。パチ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 、クラス配信ありがとう。あかりちゃんロスもう一台と、そう私も嬉しかったな。福くんありがとう、本当に本当に嬉しかった。うん、そうそう、中継してる裏側見られて貴重でした。準備から集中してる姿、そうかな、もう必死でした。読み聞かせも優しい口調優しさ出てましたかね。いけそうな流れ星ありがとうね。直接会える日を、そう直接会いましょう。またテニスも私も技を磨いておく。池様、流れ星ありがとうね。そうありがとうございます。ゼロポジ第一位は先生でした。パチ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 、私ランキング合ってました、大丈夫でした。ごめんなさい。うん、大丈夫でした。途中でちょっとランキング怪しかったけどね。はるばるね、ほんと遠方からね来てくださった方も県内でね、足を運んでくださった方も本当に感謝でした。ありがとう。うん、ではすいません、大丈夫かな、ちょっとこんな感じになっちゃって申し訳ないんですけども、いや本当みんなもありがとう。みんなもね、お疲れのところ配信待っててくれてありがとうございました。うん、ありがとうございます。いやいやいや全然、じゃあまた、うん、またなんかこうやってお話ししましょう。そうだね、あったかくして、今日はみんなもあったかくして寝ようね、絶対寒い夜だからね。うん、ありがとうみんな、いろいろコメントでサポートもしてくれつつ、明日はね月夜あかりラジオの番組よろしくお願いします。すいません、じゃあまた、うん、バーイ。あ、光る、君は希望の光、ありがとう。はい、ではあ、どうもお疲れありがとう、先生もお疲れありがとう。ではまた明日ラジオでもお会いしましょう。いつも応援してるもありがとうね。ではまた、バイバーイ。